はい、こんにちは。マッサージ師の癒し大藤です。僕が読んだ3000冊の本の中から健康に役立つ本をご紹介します。今日は林康史著、太ももを鍛えれば骨は超強くなるです。この本の要点は、生命力の源は太ももであり、太ももの筋肉を鍛えれば寿命が伸びるということ。では重要センテンスを共有しましょう。足腰には全身の7割の筋肉がある。老化は足腰から始まる。逆に若さは足腰を鍛えることから始まる。下半身の筋肉が衰えるスピードは上半身の2倍以上。座ってばかりいる人は高血圧糖尿病にかかりやすい。動かない人ほど寿命は削られる。使わない筋肉は脂肪に変わる。では次に太ももを鍛えるトレーニング法2ついきます。1つはハードな方。これは超スロースクワットです。3倍速ぐらいのスローモーションでゆっくりスクワットを行っていきます。でこの時ゆっくり動かすと効果があります。で回数だけを意識したり、早くやろうとすると効果が薄くなりますので注意です。それからもう一つがですね、ソフトな方。椅子に座って足を前に伸ばしてキープします。これは5秒ぐらいキープが最初の目安です。慣れてくればだんだんそれを長くしていっても OK です。で余談ですけども、僕も高齢者の方に筋トレをやることがあるんですが、この足上げと、もも上げですね、もも上げと足伸ばしというのも行っております。あともう一つですね、おまけでですね、運動あるんですけども、かかとを立った状態ですね、かかとを上げてストンと一気に脱力して落とすというトレーニングがあります。でこれはですね、骨に振動が伝わることで骨の強化に役立つ。そして足からの刺激というのは脳も覚醒しますので、結果的に運動機能をアップしますので、これも付け加えてみてください。それでは最後にもう一度まとめますと、下半身の筋肉に関する本というのは世の中にたくさん出てるんですけども、本書は結構説明がですね、分かりやすいんですね。ですからおすすめ本であります。では今日から太ももの筋肉を鍛えて生命力を手に入れましょう。まだ間に合います。ではまた。バイバイ。